ちょっと気になった神社でございますからね、ちょっと覗いてみましょうか。何も書いてないぞ。はい、失礼します。すごい山の上にね、神社が建ってますからね。横を何度も通っとるんやけどね、ものすごく気にはしてないけどね、なんて神社やろいでね。社殿はどこがあるんかね。100度以上ですね。はい、失礼します。はい、失礼します。ご神木でございましたか。おお、すごいね。車線が見当たらないんだけどね、これは違うやろう。あれ、あ、ここであるんですか。これわからないんだね。なんて読むんやろ、小瀬戸飛行神社、飛行明神社、なんて読む、後で調べましょう。なんて読むんでしょうね。ほら、この下の社殿があるのもね。もう灯籠でございますけどね。ほら、ここに祀ってありますけど、いかんせん読まれへんね。ほんでこっちからまで行けんの、この山の上にね。お寺さんでございましたか。裏口に入ってもないじゃんな。裏口から入ってもたんだろう。あの塔を開けたら下出れんのやろうけどね。ほら、失礼しました。裏から入ってもうて。はい、失礼します。北道を帰らんとね、出れなかった。
この社殿なんだよね。綺麗な社殿が。もう見るからにこの辺こんな荒々しい感じやけど、下で苔が生えてますね。すごい。はい、ありがとうございました。神社をちょっと探索してみましたけどね、奥から降りれなかったですわ。また帰ってきました。ありがとうございました。